チューニングに時間があるのでちょっとだけ喋ります。リエルのコピーです。よろしくお願いします。何喋るか本当に考えとかなくて、園田さんに本当はやってほしかったんですけど、ちょっと冬場の時に柚木さんに全部投げたのを岡崎くんに怒られたのでちょっとだけ喋ります。このリエルはご存知の方が多いと思うんですけど、新大フェスに出すために最初は組んだバンドで、まあ、残念ながら落ちてしまって結局ここまで持ち越しになったんですけど、まあ、でも園田さん の, その引退ライブっていう貴重な舞台で貴重な引退バンドの一つになれたのは、まあ、結果的に良かったのかなと思ってすごい嬉しいです。そう言っていただいて光栄です。はい、じゃあちょっと次の曲いきます。チョコレートコースを待ちながら、
次で最後の曲になるんですけど、最後の曲だけ特別ゲストが来てくれます。タカさんです。組むの何バンド目ですかね。結構引退ライブ一緒に出るバンドが多いんですけど、4バンド目かも。4か私が私と高さんが一緒に出るのが2番組ですね。まだまだ多分一緒に出るんですけど、飽きないで見てくれると嬉しいです。俺5番組やったで、最後の曲なので楽しんでいただけると嬉しいです。